人を操る禁断の文章術、メンタリスト第五。前書き。本書を手に取ってくださり、ありがとうございます。メンタリスト第五です。冒頭から唐突ですが、文章が持つ強い力を知っていただくために、一つ質問をさせてください。もし、この質問の意図を正確に見抜くことができたなら、ここから先を読み込む必要はありません。あなたは、すでに文章が持つ力について十分に理解しているからです。ぜひ、 具体的な技術について書かれた第2章以降へとページを進めてください。逆に、文章術の本で、なんでこんなことを聞かれるんだろうと思った方は、ラッキーです。この冒頭部分だけでも、私からあなたに伝えられることがたくさんありますから、じっくりと読み進めてみてください。では、質問です。あなたの思う、世界最高の美女とはいかがですかもう一度、お聞きします。 あなたの思う世界最高の美女とはこの一行を読んだ時、あなたはどんな顔を思い浮かべたでしょうか体は何もありません。素直に答えてみてください。目元が涼しげな和風の美人でしょうかパッチリ二重の瞳の大きな女性でしょうかはまたぽってりとした唇がチャーミングなセクシーな顔かもしれませんね。なかなか具体的に想像できないという方は芸能人で例えてもいいですよ。 私は、細身で発ツラとした女性が好みなので、ガッキーこと新垣結衣さんの顔が思い浮かびました。いやいや、中谷美紀さんだ、カシーユーさんだ、佐々木希さんだ、と、議論になれば話題は尽きることがないでしょう。人によっては、もっとグローバルに、ハリウッド女優やヨーロッパ映画のミューズ、ミスユニバースの代表をイメージされる方もいるかもしれません。では、そろそろ種を明かしましょう。あなたの思う、世界最高の美女とは このたった一行の文章を読むと、思う人こそ違っても、いずれの場合も、誰もが、自分の思う絶対的な美女を思い浮かべます。実は、これこそ、文章の持っている力なのです。ある言葉を目にすることで、人は想像し始めます。ここでは、美女という言葉に反応して、世界最高の誰かの顔を描き出すのです。その瞬間、あなたにとっては、頭の中で想像しているその人こそが、間違いなく、 世界最高の美女となります。でも、これが、芸能人の写真を見ながらの話なら、そうはいきません。例えば、私が好きな宮崎葵さんの写真を出したとしましょう。それを見た友人の一人は、可愛いよね、と言っても、別の友人は、世界最高の美女とは言えないかな。俺はもっと、鼻筋傘と言い出すかもしれません。目の前に失態を伴った美女候補が現れた途端、私たちは、 思い描いていた理想の顔との違いを感じてしまい、世界最高の美女にはたどり着かなくなるのです。一方で、文章で触発され、頭の中で浮かび上がったその美女は、絶対的な存在となり、誰からの避難も受け付けません。誰もが、納得の美女を作り出すには、文章を使って想像させるしかない。つまり、世界最高の美女を作れるのは文章だけなのです。心が動かされるとは、よく言われますが、いい文章を読んだとき、 私たちの心で何が起きているのでしょうか。その時、私たちは、文章に散りばめられた言葉に反応し、頭の中にあるイメージを膨らませ、対象について想像し始めます。そして、そのイメージは、時に、行動のための原動力となります。これが、文章に秘められた、人の心を動かす力の正体なのです。しかも、理想の美女を描写するために、言葉を書き連ねる必要はありません。 想像してみてください。あなたの目の前に、目も眩むような美女がいることを、と書けばそれでいい。文章の力に絡め取られた私たちは、勝手に心を動かし、目も眩むような美女を思い浮かべるのです。こんな芸当ができるのは、映像でも写真でもなく、文章だけ。しかも、これは、世界最高の美女以外にも、セールスでも、プレゼンでも、好きな人への告白でも、上司や部下へのお願いでも、そのまま使えます。 いかがでしょうあなたの思う、世界最高の美女とはという質問の意図を理解していただけたでしょうか読む、言葉に反応する、想像する。本書で紹介していく、具体的なテクニックを学ぶ前に、まずは基本となる、この仕組みをしっかりと覚えておいてください。文章は、ただ書くのではなく、読んだ相手の心を動かし、想像力を使ってもらうために書くのです。文章のたった一つの目的、それは、 今すぐ人を行動させること。文章によって読み手が想像力の翼を広げてくれると、あなたにとってとてもいいことが起こります。どんないいことが一言で言うなら、準備 OK。想像してワクワクすることで、閉じていた相手の心の扉が開き、行動を起こす準備を整えた状態になるのです。例えば、自動車のトップセールスマンは、セールスレターで車の性能や品質を語る前に、必ず、 お客様の想像力を刺激する言葉を挟んでいます。難しい言い回しやテクニックを駆使しているわけではありません。どこへ行きたいですか誰を乗せたいですかといった言葉で、お客様に自分が車に乗っている場面を想像させるのです。彼女とのデートかもしれません。毎日のお子さんの送り迎えや週末のゴルフ、はたまた大声で歌いながらの真夜中のドライブかもしれません。 久しぶりに会った友人に、いい車買ったな。と言われてれている自分をイメージするかもしれません。新しい相棒と一緒にいるお客様自身を想像させることができれば、準備 OK です。最初は、ゼロだったかもしれない購買欲が、想像の後には、少なくとも1%以上には増えているはず。そこで、週末に試乗会がありますと、続けると、何人かは、行ってみようかな、と行動を起こしてくれる。 トップセールスマンと呼ばれる人たちが、他のセールスマンと違うのは、お客様の心の準備のために工夫している点です。彼らは、ゼロを1にする効果の大きさを知っています。車のことなど考えてもいなかった人に、新車が出ました。週末に試乗会がありますよ、という案内をしても、まず何も起こりません。でも、自分が乗るならこんな場面かな、と想像した人に、週末に試乗会がありますと伝えれば、 こちらが望む結果を出せる可能性が、ぐんと高まります。つまり、読む、言葉に反応する、想像する、には続きがあるわけです。それは、読む、言葉に反応する、想像する、行動を起こす、です。口下手なら、文章を学べ。ここまで読まれて、文章の凄さは分かったけど、会話の方が力があるんじゃないのと思われた方もいるでしょう。ですが、会話の持つ力をはるかに超える、もう、一つの力が、 文章にはあります。文章は、一度、書いてしまえば、半永久的に働いてくれるのです。あなたの思う、世界最高の美女とはこの車で、どこへ行きたいですか誰を乗せたいですかいずれの文章も、24時間休まずに、読んだ人の想像力を自動的に刺激してくれます。会話ではそうはいかず、自分が、その場所に足を運んでプレゼンしなければいけませんよね。でも、 文章は、メールでも手紙でもホームページでも相手に届けられます。それも、同じ内容を大量に送ることができるのです。あなたの部下に、とても、セールスの上手いトップセールスマンがいたとして、同じレベルのセールスマンを100人育てようとしても無理ですよね。ところが、トップセールスマンが有効に活用している、セールスレターのコツなら、すぐ全員で共有することができます。 すごい売り上げを上げているセールスレターや顧客の心を動かす挨拶状やお礼状があるなら、それを1000枚作るのは簡単です。だってコピーするだけですから。もちろん、そうやって獲得した契約は、凄腕のセールスマンが、商談を重ねて取りまとめた契約とはイコールではありません。それでも、文章をうまく使いこなすことで、営業所全体の成績は確実に向上していきます。文章は、最強の営業部隊になる可能性もあるわけです。 また、文章と比較したとき、会話にはデメリットがあります。会話では、自分のビジュアル、視覚情報、つまり顔や見出し並みなど、声のトーン、言葉の使い方など、すべて同時に気を配る必要があります。その一方で、文章は、書き手による、イメージのコントロールが容易にできます。文章であれば、気を配るのは文字のみです。文字以外の情報がカットされるので、イメージを操作しやすい。つまり、 読み手側からすると、人間が最も利用している五感である視覚からの影響が少なく、書き手の意図通りに誘導されやすいのです。例えば、容姿が、今一つだと対面で、素敵にくどけるとは限りませんよね。それでも書く技術さえあれば、素敵なラブレターで、相手の心を動かすことは可能です。また、人と会話するときに、相手の存在に引っ張られて思うように話せなかったり、もともと話すことに苦手意識を持っている口下手な方も数多くいます。 面接などで、いつも結果を出せない人っていませんかそして、会話はライブ、誠意なので、やり直しもできませんし、自分の話したこと、メッセージを再確認することもできません。文章なら、後で、確認と検証ができるから、会話のように、なんとなくうまく話せた、なぜか伝わらなかったとなりづらいのです。表現、構成、長さ、説得力、こういったものを文章では見直すことができるので、 読んだ相手のリアクション、反応の具合を見て、文面を改善することも可能です。そして、過去の会話を再現することはできませんが、文章ならば何度も読ませることができますよね。この続きが気になる方は、本を購入して読んでみてください。終わり。でも、これが、芸能人の写真を見ながらの話なら、そうはいきません。例えば、私が好きな宮崎葵さんの写真を出したとしましょう。 それを見た友人の一人は、可愛いよね、と言っても、別の友人は、世界最高の美女とは言えないかな。俺はもっと、鼻筋傘と言い出すかもしれません。目の前に失態を伴った美女候補が現れた途端、私たちは、思い描いていた理想の顔との違いを感じてしまい、世界最高の美女にはたどり着かなくなるのです。一方で、文章で触発され、頭の中で浮かび上がったその美女は、絶対的な存在となり、 誰からの避難も受け付けません。誰もが納得の美女を作り出すには、文章を使って想像させるしかない。つまり、世界最高の美女を作れるのは文章だけなのです。心が動かされるとは、よく言われますが、いい文章を読んだ時、私たちの心で何が起きているのでしょうか。その時、私たちは、文章に散りばめられた言葉に反応し、頭の中にあるイメージを膨らませ、対象について想像し始めます。 そして、そのイメージは、時に、行動のための、原動力となります。これが、人を操る禁断の文章術、メンタリスト第五。前書き。本書を手に取ってくださり、ありがとうございます。メンタリスト第五です。冒頭から唐突ですが、文章が持つ強い力を知っていただくために、一つ質問をさせてください。もし、この質問の意図を正確に見抜くことができたなら、ここから先を読み込む必要はありません。 あなたは、すでに文章が持つ力について十分に理解しているからです。ぜひ、具体的な技術について書かれた第2章以降へとページを進めてください。逆に、文章術の本で、なんでこんなことを聞かれるんだろうと思った方は、ラッキーです。この冒頭部分だけでも、私からあなたに伝えられることがたくさんありますから、じっくりと読み進めてみてください。では、質問です。あなたの思う。 世界最高の美女とはいかがですかもう一度、お聞きします。あなたの思う、世界最高の美女とはこの一行を読んだ時、あなたは、どんな顔を思い浮かべたでしょうか題は何もありません。素直に答えてみてください。目元が、涼しげな和風の美人でしょうかは、文章に秘められた、人の心を動かす力の正体なのです。しかも、 理想の美女を描写するために言葉を書き連ねる必要はありません。想像してみてください。あなたの目の前に目も眩むような美女がいることをと書けばそれでいい。文章の力に絡め取られた私たちは勝手に心を動かし目も眩むような美女を思い浮かべるのです。こんな芸当ができるのは映像でも写真でもなく文章だけ。しかもこれは世界最高の美女以外にもセールスでもプレゼンでも 好きな人への告白でも、上司や部下へのお願いでも、そのまま使えます。いかがでしょうあなたの思う、世界最高の美女とはという質問の意図を理解していただけたでしょうか読む、言葉に反応する、想像する。本書で紹介していく、具体的なテクニックを学ぶ前に、まずは基本となる、この仕組みをしっかりと覚えておいてください。文章は、ただ書くのではなく、読んだ相手の心を動かし、 想像力を使ってもらうために書くのです。文章のたった一つの目的、それは、今すぐ人を行動させること。文章によって、読み手が、想像力の翼を広げてくれると、あなたにとって、ばっちり二重の瞳の、大きな女性でしょうか。はまた、ぽってりとした唇が、チャーミングなセクシーな顔かもしれませんね。なかなか具体的に想像できないという方は、芸能人で例えてもいいですよ。私は、 細身で発ツ,ツとした女性が好みなので、ガッキーこと新垣結衣さんの顔が思い浮かびました。いやいや、中谷美紀さんだ、カシーユーさんだ、佐々木のさんだ、と。議論になれば話題は尽きることがないでしょう。人によっては、もっとグローバルに、ハリウッド女優やヨーロッパ映画のミューズ、ミスユニバースの代表をイメージされる方もいるかもしれません。では、そろそろ種を明かしましょう。あなたの思う、世界最高の美女とは このたった一行の文章を読むと、思う人こそ違っても、いずれの場合も、誰もが、自分の思う絶対的な美女を思い浮かべます。実は、これこそ、文章の持っている力なのです。ある言葉を目にすることで、人は想像し始めます。ここでは、美女という言葉に反応して、世界最高の誰かの顔を描き出すのです。その瞬間、あなたにとっては、頭の中で想像しているその人こそが、間違いなく、 世界最高の美女となります。とてもいいことが起こります。どんないいことが一言で言うなら、準備 OK。想像してワクワクすることで、閉じていた相手の心の扉が開き、行動を起こす準備を整えた状態になるのです。例えば、自動車のトップセールスマンは、セールスレターで、車の性能や品質を語る前に、必ず、お客様の想像力を刺激する言葉を挟んでいます。 難しい言い回しやテクニックを駆使しているわけではありません。どこへ行きたいですか誰を乗せたいですかといった言葉で、お客様に自分が車に乗っている場面を想像させるのです。彼女とのデートかもしれません。毎日のお子さんの送り迎えや週末のゴルフ、はたまた大声で歌いながらの真夜中のドライブかもしれません。久しぶりに会った友人に、いい車買ったな。 と言われてれている自分をイメージするかもしれません。新しい相棒と一緒にいるお客様自身を想像させることができれば、準備 OK です。最初は、ゼロだったかもしれない購買欲が、想像の後には、少なくとも1%以上には増えているはず。そこで、週末に試乗会がありますと、続けると、